動画を見てたそこの君、今すぐこの画面をスクショして LINE で友達追加してください。友達追加するとポケ画面の最新情報を毎日受け取れる。ほらほら早く追加してお願いします。それでは続きをどうぞ。今回やる企画を皆さんに説明したいと思います。はい、お願いします。これは一体どっちの暴露なのか当てろ。暴露クイズ再開。うわ最悪。なあちょっと待って、じゃあもうクソ企画や。友達やってんだろうな、おめえと。で、ミスった俺、寝ていい？ダメです。寝る前に一回二人でこいつんちゃいって一旦クソ。そしたら動画が出ることはない。これ以上暴露されることもないしな。ですね、おなご研究大学の皆さんからですね、暴露募集しまして僕が。おい、すんなすんなお前。はい。ちゃんと全員からですね、返信来まして。これがどっちの暴露なのかちょっと当ててほしいなっていう。当てるっていうもんクソもないよね。片方は心当たりあるんだから。はい、いや、そうだよ。もう嫌や、もう。うわ、マジかよ。まあこれクイズ言っちゃうと分かっちゃうじゃないですか。これは誰って言っちゃうと多分どっちかは絶対分かっちゃうんで、アキネータ形式でちょっと質問してきてほしいなっていう。爆破アキネータ。はい、そうです。カスやカスみたいなゲーム。なんで自分から死にからあかんの。これをちょっと白先生からちょっとニキからって順で一体どっちの暴露なのかをたどり着いてほしいな。あーなるほどね、はい。それは復讐ですかみたいな。破壊犯の可能性がある。そうまあそんな感じでね、じゃんじゃん聞いてってください。で今回暴露、まあ、3つあります。どっちか2つや。マジか、3つあんのか。お前こっちに来ほしい。じゃあ白先生から。下系の話ですか。あー、まあ部分的にはそうです。なるほど、うん、部分的にとかあるの。一瞬下半身と本気出せば下系に行ける。全然。あーなるほど、はあ、本気出したら。女性は関係してますか。あー関係してます。あーなるほど、やはり関係してるのか、はい。法に触れてますか。まあ本気出したら法に触れちゃいます。なるほど。本気ってない。本気出すな。まだ本気出さないよ。本気出さないのであれば法に触れてないですね。なるほど。あーなるほどね、うん。自分たちの力で揉み消せるぐらいになったら本気は出したいなと思ってそうやね。そう事務所の圧力っていう特技覚えたら、うん、そう気をつけてね、今着々と力つけていってますよね。本気は出したいんだけどね。本当に。そう、次じゃあ2期。2期のターンよ、うん。それは現存の僕たちの力だったら握り潰せそうですか。何やその保身に走っとるやんけ。もう握り潰せますね。お、あ、じゃあよかったよかった。この動画を思ったよ。ちょっと安心したわ。最悪握り潰せばいい、ね。まあ、ちなみにヒントはですね、お店も来てます。おい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 、ちょっと待って、お店の名前。おい根本聞くわ。これ動画にできる内容ですか。動画にできます。大丈夫。相方が焦り始めました。一体何のお店なんでしょうかね。つながりましょうみたいな内容ですか。まあ部分的にそうしようとしてんのかな。つながろうとしてんのかなっていう。部分的につながる。いや、やめろお前、なんかその別の意味になるやんけそれ若干。ちなみにこれは18号さんから来てる暴露です。は？ああ待って、18号マジ。あー何、身内に刺されようとしてる俺らも。ちなみにちゃんとお店の名前と、うん、はい、向かってる詳細とかも全部なんか、あとはもう本人から聞いて自白させてくださいって言ってます、うん。ニキ、どうぞ。ニキどうぞ。そのお店は24時間ですか。あ、24時間ではないです。なるほど。コンビニとかの類じゃないってことか。っていうことだよね。可愛いやつじゃないのかもしれんね、もしかしたら。そのお店は先生、なんて何ですか、何ですか。そのお店それとも何ですかそれ。あ、これお話ではないです、全然。完全に自分の。しかも今なんか2店舗出しちゃったよね今。勝手にお前2個あの扉開けただけなんだけど。ちょっと待って、店。ちなみにその人はウキウキで通ってたらしいです。ウキウキ。一時期通ってたらしいですね。何ですか。それなんやねん。お前も店に心当たりあんのかお前もあんのかい。何が行われる。違いますよ。何されるところ。いや、それあのとかではないです。それはガールズバーに関係していますか。関係しています。さあどっちだ。おいやんけ。もうお店の名前分かったら言っちゃっていいですよ。違います。待って、俺何3店舗目開示。セルフ開示3店舗目。それは行くよ。お前はさっきからどういう店行っとんのお前は。いや、お店の名前じゃないな。まあでも場所指定はされてます。じゃあちょっとヒントで漢字見せますね。はい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 、これだけじゃあ。
あこれあれだ。あ俺じゃない。あよかった。あれだ。あのめっちゃ白石麻衣に似てるって通ってたあのガルバのさんだこれ。あそうなんじゃさっきのやつだ。白先生正解。正解いやおめでとうボビー。これで俺のガルバ通いがさ。事件にさらされるんですけど、なんで18号言うねん。もう一個18号さんが悪口来てて、彼は猫背すぎてモンスターズインクに出てくるランドールと呼ばれていますねっていうそうやけど求められてないものが来てます、ね、本当にただ傷つけられるだけやけど、うん、白先生1ポイントおめでとうございます。おめでとう、何もおめでたくないんやけど。お前こっちに更新。次の暴露クイズ。ねえ、じゃあ何やねんこれ、全然楽しくないやんけはい、ですね、キーワードはエロい系、近所、最近、はい、この3つのワードで、ね、はい、どっちの暴露なのか当ててください。すいません、ボビーさん心当たりってあります？いや、心当たりしかないよあ、なるほどなるほど。じゃあ、ニキさんから質問してもらって、ちょっと、はい、うん、それは早く言えよな。おい、早くクッしてくれ俺を。それは、の近所ですか？ おい俺んちやないかい。嫌いやないかい。そうですね。あれですか、の近所に住むコンビニ店員のことですか？え、そうです。は、お前さ、俺知らんやつ出てきたよ。いや違うよ、誰だよこれ知って。これリーチョかカメかどっちだ。これどっちかだなこれ。俺の予想とつきましては、これ多分リーチョからの暴露だよこれ。なるほどね、これはリーチョさんです。あ、ほらやっぱりやないかい。え、それはお前楽しそうやなお前。ボビンチの近所、それはセブンですか？そうです。おい、セブンやないかい。セブンやないかいお前。ちなみに最近も家に呼んだらしいです。あれですか、その人は定期的にアニメを家で見ようと口実で家に女の子を呼んでいますか？いや、わかんないんですけど、そうなんですか？まあ、そうだよね。まあ、ディテールもくそも俺が実際目で見た光景だからね。ディテールもそれはね、高いよね。それは解像度もベスト高いわな。俺も目で見たけどね。なんで見とんねん。なんでその場おんねん、お前。水泳帽かぶって見てたけどね。どういう参加の仕方してんのうちのイベント。ちなみに8月8日に呼んだらしいです。まあ、なんで俺こんな筒抜けなんだよ。タイムツリー見るわ、怖えから。おい、まあ、ガチやんけ。え、それは店員さんを口説いたってことなんですか？ワークネタだから部分的にそうえ、そう、視聴者とかだったんですか？いや、違います。おー、じゃあ実力で行ったんだ。で、まあ、はい。何人目ですか、それは？何や、どう数えての何人目ですか、逆に。なんで俺質問される側に回ってるんですか？一体何人のコンビニ店員に手を出したんですか？いやいや、初めてですよ、コンビニ店員に行くのは。コミュニティ員ばっか狙ってるわけじゃないですから僕も。品出しってそういうことだったんで。違いますよ、誰かのうまいこと言えと。白先生正解です。おめでとうございます。おめでとうボビー。なんやねんこの企画よ。おめでとうボビー。高確率で次も俺のネタが来るやつ。いや、うまいなお前。なんもうまくないからこうなってんだけど。うまくないから今ポケに取り上げられてるんだけど。よ、隙間見れ。ふざけんなマジで。お前こっちに更新。じゃあラストですね。これもキーワード言いますね。暴露。もう暴露やな。それはそうなのよ。女夜まだわからんな、まだどっちかわからんな。女、まあ、夜だけやったらまだ両方当てはまるかもしれないからな。イーブンやな。ではちょっと白先生から質問。お酒の席が関係していますか？関係しています。はい、ボビーです。いやいや、そういうゲームじゃねえから。活動者も入れます。じゃあ活動者。はい。ああ、なるほど。はいはいはい。え、これちなみに俺そこまでまだ心当たりないよニキ。俺もでもちょっとすいませんお前さ、絡みすぎだろ。俺もまだピントは来てない。女は置いといても活動者と夜飲むことなんて全然あるやん。うん、直近ですね。それは大人数ですか？あ、中くらいの。あ、その席にリーチはいますか？はい。あ、あれこれ俺じゃないんじゃない？これ。あ、なるほど。なんか見えてきたかもしれないな。筋が見えてきた？うん、なんかちょっと俺見えなくなっちゃった。あ、なるほど、うん、あいつ意識あったのか。なるほど。誰か持って帰れましたか、その席から？なんか聞いてません？そういうの僕も動画にしたいんですけど、まあ、そこまで詳しくは。でもこの内容見る限りはまあ持っていけたのかなみたいな。ああ、なるほど。じゃあほぼ持って帰ったってことで、じゃあ話進めようか。いや、じゃあ、ああ、なるほどね。じゃあ白先生次。舞台は歌舞伎町ですか？はい。ああ、なるほどね。歌舞伎町歌舞伎町ステージね。もう分かってきましたもん。いやいや、まあはい、次どうぞニキさん。4階か5階ぐらいですか？ビルの階数の話してます。どうですか白先生？まあ4階ですね。それは、の、で、
ってそのまま持ち帰ってっていうのがバレてたっていう話ですか。ええ、あ、ちょっと待ってください。お前そんなことしてんの。あ、ちょっと待ってください。あ、盛り上がってまいりましたね皆さん。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ちなみになんすけど、はい、キャメロンさんから来てて、え、キャメロン、暴露しすぎて直近だと思いつかないですって文面しか来てないんで、今のは全部僕の釜掛けでございます。ああ、じゃあ今、普通に白先生が一人で4回で。まずいな。白先生3ポイント。わあ、おめでとう。バビーおめでとう。これまずいな。はい、それは何ちゃんですか。それちょっと言えないちゃんですね。お前こっちに欲しい。ということで白先生優勝おめでとうございます。いやいやいや。おめでとう。いやどう考えても予選敗退やん。次炎上した俺ら周りのやつとまた対決だから僕は。そうなんだ。なんで俺そんななんか勝ち上がり戦みたいなことしてる。次あの閲覧10人ぐらいの人と対戦になるんですけど。ほらボロ勝ちするけど。ええか。